どうもこんにちは宣伝部長の小市です今日は交渉決裂ってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで代表権騒動が始まってから立花さん側とですね直接的な交渉をずっと避けてこられた大津彩香さんですね弁護士通したり裁判通したりねまあそんなんで代表と言い張ってること自身に無理があるような気がするんですけどいずれにしましてもですね、まあ、政党交付金が入ってこないかもしれないってなって初めて直接的な交渉に応じました一応ズーム上でと。 いうところがありましたんで、まあ、今回はその話の中身とそれから総会があったんでね、まあ、その詳細も語られましたしそれからまあその話は結構怒ってる人が多いんでねまああまりなんかこう気持ちのいい話ではないと思うんですけどまあそれとはまた別途立花さんが新たな選挙戦略についてね、まあ、お話をされていたのでそっちは結構面白い話になるかと思いましたんで、まあ、そちら両方ですねやっていきたいというふうに思います。 はいというわけでこちら斉藤健一郎議員のツイートっていいますか X ポストですけれども大津さんと Zoom にて本日 10, より10時より1時間半ほど話しましたというところですねでさまざまなお話をしたということなんですが明確な回答は何一つ得られず最後は話しがい終わる前に Zoom を一方的に出ていかれました渡していただける約束をしていた録画もいただけませんでしたということで まあなんか全てがなんか全然意外じゃないっていう <laughs> <あの笑>声多数みたいな感じなんですけどはいでそしてですねそれに対して珍しくは、まあ、反論されてましてそもそも裁判中ですしですってえっ、ー、と印象操作とエンタメ化するならばまあ、話すことだけ話すべきことだけ話した方がいいと考え LINE でやり取りしてますということですかねはいという感じで まあとにかく債権者に政党交付金を原資に支払うと約束したのに自らそれを破るのであればし方ありませんってことなんですけど、まあ、その責任者はご自身なんですけど分かってるんですかねというところですよね。で浜田議員が抜けたことでね2354万円減収ですということでこういうところだけはっきりしっかりちゃんとしてるというところで。<laughs> で債権者のために建設的な判断をしていただけるように願いますということでまあそれはお前やということですよね。債権者の声を聞いた上で斎藤議員が様々質問したのにそれに対して全く答えてないっていうところでまあまあまあいう話をしたにもかかわらず、まあ、建設的な判断をしろっていうど,どこ目線やねみたいなツッコミ多数ですね。で、えー、とそれに対して はい、でそれに対して、まあ、印象操作ではありませんということで、債務とう生徒交付金は別物ですということで、それが分かってないんじゃないんですかということですね。生徒交付金が入らなくても、その責任は代表にありますということで、 入ろうが入らないが、責任は大津さん、現状代表を名乗るんだったら大津さんにあるんで払ってねっていうことですよね。で、離党とか関係ないと。離党して政党交付金が入らないと破産しかないと。無責任の発言をやめていただきたいということですよね。できないんだったら、さっさとやめろっていうことですよね。はい。代表を名乗ってるんであれば、覚悟を持って債権者と向き合ってくださいと。債権者の連絡を取ったりしてるのは、立花さん側ばっかりで、大津はいないって言ったり等々してるわけで、めちゃくちゃ不誠実なことをやってるも確。も。 わからず債権、まあ、者のためにということをね、まあ、言って債権者のために建設的な判断とか言ってるんですけどまあその入ってるお金もどうなってるかよくわかんないしだから大津さん側にお金渡ったら困るからっていうかどうなるかわかんないから債権者自身がもうだったらもう離党した方がいいんじゃ,いいんじゃねとまで言われてるんですよ、はい。ということですよね。だから代表をちゃんと斎藤さんに移しててくれれば私は責任持ちますよっていうところですよね。 で,で大津さんは国会で活動できませんし収入の目処もないですよね立場だけ代表と言われてもその債務はどうやって返していくのかっていうのはまず明確にしてくださいというめちゃくちゃ性能を言ってるという形ですね。はいというわけでこちらはその後に行われました NHK 党の総会ということでこの中においてさらに詳細が語られていたのでこちらの方もご紹介していきたいというふうに思います。 はい。というわけで、まあ、総会の中身に行きたいんですけど、まず斎藤健一郎議員がですね、まあ、お土とズーム会議をしたけど、なんも進ま,進まなかったとおり、党も残留も決めてないという形で、まあ、ズーム会議の中で残留の条件をいくつか出したらしいんですけど、ただ、ズーム会議においては、 なんか話をはぐらかされてばっかりで、なんかまあ想像つきますけど、まあ答えないっていうか、はぐらかされるばっかりで、まああまりその条件提示みたいな感じにならなかったので、まあ結局、まあそのズームも途中で大津さんがパッと席立っちゃったらしいんで、しかも録画したものを出してくれないとか、<laughs> ひどいよね、本当に。どっちが代表やね代表なんでしょ、一応。<laughs> すごいよね。<laughs> で、まあとにかく、えっ、ー、と、一応その代表と名乗ってる方がですね、 まあに対して一応条件を出したということで、で、斉藤さんがですね、一応 LINE の方で送りましたと。で、で、<laughs> LINE に対しては一応返信がありましたっていうことで、一応、まあ色つけて、その返信のね、まあ、 中身と言いますか、大津さんが返信したのはまあこう色をつけて分かるような形にしてますけれど、条件は9つあって、1つ目は、スタッフの給与を滞りなく支払うということですね。まあ、大津さんがまあ誰がスタッフかどううことかいいから、もうとりあえず払えという、<laughs> まあ当たり前のことなんですけどね、はい、これについては裁判を通してみたいなね、今までと変わらない回答ですかね。 斎、まあ、藤さんが出した条件ってなんか全然ハードル高くなくって、まあ、やって当然じゃんみたいなむしろ大津さんが言っていた透明とかなんとかっていう立場からするともむしろ大津さん側からこういう条件でどうですかって出してもおかしくないぐらいめちゃくちゃハードル低いんですよ。にもかかわらず、まあ、こ,うこういう対応していてですね不誠実なのがめちゃくちゃ明らかで後々これはやっぱりすごい問題になると思いますね。はい で、そして2番目が債権者リスト名簿にある方にまあ、滞りなく支払うということでこれもこいつはいるとかいないとかってまあ言ってるわけなんですけどまあ、大津さん自身が本当にその名簿1回でも見たのかなとか思うわけなんですがまあ、いずれにしてもまあ大津さん自身はまた調査中等々言っていてじゃあいつわかるんですかって聞いたらあえ 10, 10年もかかって。 困るでしっつったらそんなにかかるわけないじゃないですか。半年ぐらいでわかるかもみたいな。<laughs> めっちゃイラつく回答されたらしくて、なんかその、普通に公開してほしいですけどね。なんかこの動画をね。まあ、これで終わりじゃないですかね。モーツさん出せるかどうかわかんないけど。はい。ね。で、 えーっとそして、まあ、それについても裁判通してねということは実、実質拒否ということですよね。まあ、この時点でも完全アウトです、ね、まあそもそも1個目でもアウトのような気がするんですけど、まあ、なんか、こんなのだって、<laughs> 交渉の余地とか関係ないじゃんみたいなことですよね。 で,で3つ目は政党交付金のうちの議員割で入ってくるものに関しては議員が管理することまあ議員がいて入ってくるものだからこっちで管理させてねっつったらこれは明確に拒否されましたお金のことに関しては拒否みたいなねいう形です浜田議員がな出たいなくなったらいくらもう <laughs> 正確にいくら減るかまで把握してるわけですからまあそれはねこんなんなくなったら困るみたいなところですかねはいね えとお金を透明に大津彩華ですということで,でそしてですね、えー、と4つ目、えー、と政党交付金の使途は、えー、と大津市斎藤市の両決済を必要とすることっていうことですね、まあ、会計帳を明らかにすることっていうことで、まあ、これも透明を立ってるんだったら全く問題ないことだと思うんですけど、まあ、これも拒否ということですねでさらに5番目に裁判の円滑な進行をお互いに協力することまあ当たり前なんですけどね大っさん側の時間稼ぎが目立つっていうことで まあこれもなんかまあ実質拒否みたいな回答ですかね。はい。<laughs> はい。ということですね。で、あとね、えっ、ー、と、これですね。6番目は、当の口座に着金し、自由に使えるようになった金額と残高、借用書の存在を滞りなく全員に通知というところですね。まあ結局、まあ、大津さんが、まあその8300円ね、まあ受け取ったっていうのは、まあまあ大体分かってると。 だから、まあ、それについてまあ受け取ったか受け取ってないか、ちゃんと明言した上で、で、その上で、中身等々についても、やっぱりちゃんとその周知すべきでしょっていう、すっごく当たり前だし、もそ,そもそもこれ、大津さんが言ってたことじゃないのっていう感じでね、受け取ったか受け取ってないかも言ってないんですよ。やばくないですか。の <laughs> <laughs> 本当すごい。で、まあ、調査すれば分かるんじゃないんですかって言ってるらしいですね、透明を謳ってる方が。<laughs> しつこく聞いたが一度も入っていると言わなかったっていうところですね。で使ってるか使ってないか聞いたが使ってるんじゃないんですかみたいなた形ではぐらかされたということで一切まともに答えなかったと。このこれを言ってる方が政治の一丁目一番地が政治と金の問題であるということを NHK に出て全国にッに向かって言ったんですからね。はい。<laughs> 本当に。 <laughs> 何言ってんのかなっていうところですね。まあ、とにかく、まあ、これについても裁判を通してっていうことで実質拒否されましたと。でそして、えー、と7番目ですね、まあ。6万までの約束がはた果たされてない時には、まあ、離党せざるを得ないと。ただ、えー、と現状のルールで言うと勝手に斉藤さんが辞められないことになっちゃうから一回ね。まああの 年始のものに算出しちゃうと出られないからあらかじめ離党届にまあ大津さんの犯行とか署名したものを押して、まあ、それを斎藤さんが管理していてなんかこれダメだなと思ったら出れるようにしてくださいって当たり前ですよね、はい。これを押させないっていうかだとするならばそれ以外の約束をずっとこの何て言うんだろう,こう数日の間に全部果たしてから来いよっていうまあそういうことですね。まあ、これ拒否されました で NHK 問題に取り組むことって言ったら、えー、しかるべき機関を設置しますって。<laughs> 意味が分かんない。<laughs> 何これ <laughs> いや、それをやる党で当選したんですよっていう、もうこれ、まあこれが一丁目一万地なんですけど、本当はね。はい。ということで、やりたくないってことでしょうね、きっとね。はい。で、そして、えっと、9番目に役員にサイトを入れることっていうことで、まあ勝手にね、まああちらの役員の方で決められて、 でそれについてまたね、あの国会議員に従えって言われても、それは困るっていう。っていうか、そもそも、その役員の中に国会議員がいないってこと自身が、もう、なこの国会議員2人しかいないのにね、ありえないわけですから、まあ、そんなの、まあ、もう、これを拒否した時点でもう、まあ、乗っ取りやってますって言ってるようなもんなんですけどね。ということで、結論としては、 すべてはぐらかされて、まあ、先ほどの内容を LINE で送ったらしいんですけど、まあ、あの回答としては先ほど説明したような感じでしたというところですね。まあ、いずれにしても斎、えー、藤さんとしてはもう大津は債権者のことちゃんと考えろって言ってるんですけど、まあ、これについてはですねもう皆さんね斎藤さん甘すぎると。あの <laughs> <laughs> その声は届かないよっていう声が殺到しておりますというところですけどまあでも今回の話を聞いてても思いましたけど斉藤さんのこの気持ちっていうのはね債権者の皆さんに届くとかまああるいは有権者等々ね届くと思いますしまあ共感能力がすごく高くて政治家はやっぱり向いてるような気がしますかね世の中たくさんの人がいてその人たちの共感を得てっていうことなので。 またね、浜田さんとは違うタイプではありますけれども、非常にせいなんか政治家向きの方なんだなっていうのは、今回で改めて思いましたね、はい。で、そしてですね、浜田聡議員も、まあ、この件についてちょっと答えてまして、まあ、大津市は一回話したけど、まともに話ができない人、うん、離党します。で、で大津自援に席だけ見ると、支障が出る可能性があるんで、やめますということですね。で えとそれ以外にも憲法草案は今公開してるから見てねとそれから皇位継承への意見書を出しますということをおっしゃってましたっていう感じですね。はい、ということですよ。 っていう感じなんで、まあ、いずれにしても、まあ大津さんの話するとね、やっぱみんなイライラするみたいなんで、<laughs> まああんまりもうどうでもいいんじゃないかなっていうことで、立花さんはですね、まあ代表権はもう裁判で3月で決着つくし、まあ最高裁まで争おうとしたらもうちょっと時間かかるけどみたいな感じで、まあでもどうでもいいんじゃねっていうところで、それよりも今度の選挙だってことで、都知事選。 に向けてというか今後だから YouTube 等っていうのを作りますということですね。で土地選においては10人かける3組でこう3つのえっと政治団体を作りますとで一つがチューナーレステレビとでひ 2つ目がマーダーミステリーと3つが YouTube とということで中、まあ、ナスレステレビは以前からおっしゃってる通り中ナレステレビを普及させることによって NHK をぶっ壊す戦略のもとこれをまだ知らない人がいるだろうからこれを宣伝目的でやりますと。 で2番目のこのねマーダーミステリー等っていうのはこれ私先日たまたま見たんですけどヒカルさんのですね YouTube チャンネルにおいてですねまあ飯田さんっていう元ね、まあ、ライバーを作った方がいらっしゃるんですけど、まあ、ヒカル亭にね今入り浸っていてでなんか飯田さんっていうのが、まあ、ちょっとライバーっていうのをやめることになっちゃってちょっと燃えるものがないとでそれがまあヒカルさん等々のまあやりとりの中でこのマーダーミステリーっていうねものにめちゃくちゃハマってると。 これっていうのがいわゆるね、札丸事件とかドラマとかであるじゃないですか。あれのなんかそれぞれの登場人物になりきって、 やるみたいいなものらしいんですよねだからまあ代表権騒動だったらそれぞれのまあなんか立花さん役みたいな感じでその中で摩訶事件が起きましたみたいなことでそれぞれの役割を果たして斉藤が怪しいとかですね、まあ、そういう感じのことをまあやるゲームがありましてそれが中国でめちゃくちゃ流行っていて3億人ぐらいやってるんでしたっけね。 っていう感じで、まあ、すごくカラオケなんかよりも多いって感じで、めちゃくちゃ流行ってるのがあって、まあ、そんくらい受けてるもんだから、日本でも広がるんじゃないか、みたいなところで、そこで、まあ、まあ、飯田さんが、その会社をやって、溝口さんと一緒なのかな。で、光さんは、まあ、それを応援するという形で、まあ、宣伝するの俺得意やから、みたいないつもの感じですけど、っていう感じで、今、これが盛り上がってると。 で、まあ、都知事選を、まあ、立場さんの戦略としてはこれを宣伝あの宣伝に使えるからってことでいろんなインフルエンサーを引き込もうとしてる中で今このマーダーミステリー党っていうのを作れば、まあ、彼らを引き込めるというか一応話したところその選挙には出ないけど誰か出るんだったら応援するよって言われてるわけでこれがすごい美味しいということで誰か出たらねマーダーミステリー党の 例えば、小いですとか言ったら、それをヒカルさんが応援してくれるみたいな、<laughs> めっちゃ美味しいんじゃん、じゃん、みたいな、な、まあ、状況になってるらしいですね。これ結構熱いですね。だから、まあ、こういうのが、まあ、多分、いくつもいくつもできる可能性があるっていうことですよね。まあ、変な話、これがどんどん,どん、まあ、他にも宣伝したやつがあれば、いくつでも増やせると,ということですね。ちなみに、まあ、10人で、まあ、3000万ぐらいっていうところなんでね。はい。 だから何か宣伝したい人がいれば、これ全然出してくれるよとで。そして3つ目が YouTube 等ということで、まあ、これはなあの衆議院選挙を戦う上において YouTube 等を、まあ、売名しとかなきゃいけないというところでそれをやるということですね。で宣伝効果っていうのは30倍から、まあ、100倍の費用対効果があるので、割と金お金持ちの話をすると一発で理解してくれるということで、まあ、結構資金出してくれる人がいるよというところで熱い展開になりそうだと。 いうところでございますっていう感じですねはいでそしてなんか立花さんといえばだいたいそのいつも参議院選挙がこう天王山だみたいな感じでまぁ、あ、でもそこでとにかく1議席取ってその2%取ればな一応6年間はねまあ あの政党が維持できるわけなんで、まあ、確かに素晴らしい戦力だと思いつつその代わり衆議院選挙とかって今までそんなにガチでやってないんですよねお金をかけないようにして戦うみたいな形でただ、まあ、今回はビッグスポンサー等々もいることであったり等々からなんかガチでやりますと。 いうことですね一応時期としては10今年の10月から12月の可能性が高いって感じらしいんですけど、まあ、今の岸田さんを見てるとですねなんか支持率0%になってもやめねえみたいな感じでなんか下手すと来年の,、まあその参議院選挙同時選挙みたいな形でやるかもねみたいなのもあるかもしれないですね。はい、まあ、ずれにしてもですね、近々ではないので、まあ、もうちょっと先の話ですけどありますと。 で、えっ、ー、と、そこに向けてですね、あまあだから、この頃、ひょっとしたら、代表権騒動が全て解決してる可能性がちょろっとあるのかな。はい。で、そしてですね、えっ、ー、と、例えば、東京選挙区っていうのが1区から30区あるのかな。で、これにインフルエンサー30人出しますと。で、1枚目に、例えば江頭さんが出た江頭さんの名前を書いて、2枚目には YouTube ドって書いてねってことで、いろんなインフルエンサーに出てもらって、その、インフルエンサーに入れたいってい人が、 入れてでその本人は通らないんだけど YouTube 等にめちゃくちゃ票が集まることによって比例で人を通そうみたいな流れってうんですかね比例で勝つみたいなことみたいですね。で 比例ってのが6ブロック、全国6ブロックあって、まあ、大体4%前後で当選するんで、まあ、今までね、まあ立花さんといえば全国で2%取るって形だったんですけど、例えば東京だったらすごいインフルエンサーがたくさんいて、でそういう人たちがね、まあ、バンバン出たら、そしたらこの東京比例ブロックでは2%どころか、この4.4%いっちゃうかもね、みたいなね、いうところを狙ってると。でその まあ、お金を出してくれるお金持ちに比例の名簿1にして、まあ、なってもらうっていう感じですかね。で、これでビッグスポンサーを当選させるっていう手法のようですね。で、これは東京ではなんとかいけそうなんですけど、まあ、これを全国の6ブロックでやったら、まあ、お金出してくれればとか、あるいは出るインフルエンサーがいれば、ってことで、まあ、少なくとも近畿ブロックはいけるんじゃないかってことですかね。まあ、いずれにしてもそういう形でバンバン出していって、で、 まあもしでもね、まあそんなこと言いながら、まあハードルとしては高いわけだから、まあいけんのかってなか、形で、今までも大体2%ちょっとぐらいなんで、まあそれがうまくいくかどうかわかんないじゃないですか。まあただ、もし当選しなかった場合でも2%得票できれば国政政党ができるよねって形で、まあ、そうするとその中でちょっと、うん、まあお金を返すのかよく分かりませんでしたけど、<laughs> まあ、あの、まあ、 っと,としてはメリットがある感じになるんですかね。まあそこに、えっ、ー、と、まあ仮に代表系裁判で負けてたとしても、斎藤さんとか浜田さんをまあ所属させて、まあ国政制度復活みたいなことができるということですかね。はい というわけで、まあ、そこに、まあ、とにかく全てのブロックに出しても10億ぐらいで済むらしいので、まあ、いろいろ今お話ししてるビッグスポンサーさんで言うと、もっともっと出せるかもねって話らしいので、あるいは新しいビッグスポンサー、他にも出したいっていう方もいらっしゃれば、まあ、全然、あの、非、なんだ、非現実的なことではなくて、まあ、ガチですごいことになるかもしれないっていう、まあ、そんなような話をされてましたと。 はいというわけでね、まあちょっと代表権の方については、もうあとはまあ裁判任せと、あとはまあ本当 まあ斉藤さんが、まあ、このまま所属するのかしないかぐらいがそ、まあ、争点っていうのかな、まあ、多くの人はもう早くやめてほしいみたいな声が多いんですけど、まあ、大津さんがあとちゃんとあのご自身が代表としてね、まあ、ちゃんと責任を負うのかっていうのがまあポイントで、まあ、一応だからや今もう逃げる最後のチャンスじゃないですかだって今やめて反抗してさよならってやれば一応その責任を負わなくて済むじゃないですか今現地においてな あのただ今までむちゃくちゃやった件についての責任を取ら,取らされるかもしれないけどこれ以降はないわけですよこれ以降はもっと大変になるわけだからさっさと反抗をしてっていうのを私は、まあ、まあずっとおすすめはしてるんですけどね、はいまあ、どうされるかは全くわかりませんご自身の主張だけを、まあ、一生懸命されてるって感じなんでねはいでまあ一方でまあ立花隆さんはじめまあ選挙ですね、まあ 都知事選に向けてまあ、様々な動きが今後出てくるし、それからまあ立花さんが今やってるね、松本さんの検討とも世の中の方がすごい変わっていくから、それに乗っかる形で立花さんが目立っていきます、インフルエンサーがすごいってなります、人が集まりますみたいな、なんかすごくいいループができると本当に都知事選で、まあ、一大ブームを引き起こし、そして衆議院選挙でカーツみたいなね、いうことが起きるかもしれないですよね。はい、というわけで以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。